どれの差し絵、サラダと一緒に旅人を食べるパンタグリュエル。ガルガンチュワとパンタグリュエルとは、フランスルネサンス期の人文主義者、フランソワラブレーが表した物語。ガルガンチュワ物語、パンタグリュエル物語のこと。ガルガンチュワ、パンタグリュエルという巨人の一族をめぐる物語である。第2の書、第1の書は、アルコフリバスナジエという筆名で、第三の書以降は、本名で刊行した。 1532から1552年に4巻までが出版された。ラブレーの死後に第5巻が刊行されたが、偽書説もある。ガルガンチは物語の方が執筆。出版とも後だが、内容的に見て第1の書と呼び、パンタグリュエル物語を第2の書と呼ぶ。どれの差し絵、4600頭の牛のミルクを飲む、パンタグリュエル既存の権威を封刺する内容であったため、 1543年、パリ大学により、金書目録に掲載された。得意都市子、色で読む中世ヨーロッパ講談社、2006年、44ページ。ISBN 978から4から06から258,364から0。岩波書店で、単行版、ワイド版が刊行、渡辺役は1964年度に、宮下分は2012年度に、 各読売文学賞を受賞、ありがとうございます。